レオポルトシュタットは、オーストリアの首都、ウィーン首の第2区の地名である。地名は神聖ローマ皇帝レオポルト一世にちなむ。2016年の人口統計は10万3233人。第20区、ブリギッテナウの南部に隣接し、ドナウ島南部の南半分を占める。かつて、ウィーン北部のドナウ川は大きく蛇行し、反乱、原沼、沼地、入江、人の住まない。 森林地帯などであったが、ウィーン市においては、整備が進められ、歴史的に、ドナウ運河とドナウ川旧本流の間にあった、広大な、ドナウ島は、現在アルテドナウ、新たに掘られて形成されたノエドナウ、新ドナウ本流によって三分割され、区としては、ブリギッテナウとレオポルトしたと、さらに、ドナウ島北半は、北部の21区、 フローリズドルフと南部の22区ドナウシュタットの4つに分割、吸収されている。また、地区の南部は、プラーター公園として、歴史的な交差点、メッセ、遊園地、運動施設、サーキット、浴場などを備えた公園として整えられ、また歴史的な面影を残す、森林、故障が残されている。プラーターの名は、ドナウ島南部全体の故障として用いられることもある。 レオポルトシュタットは1923年の段階で38.5%がユダヤ系住民であり、マッツェス・インゼルと呼ばれた。現在では、歴史的なユダヤ系市民のほか、新たな東欧、旧ソビエトイラン系のユダヤ人、イスラエル人が住み、さらにトルコ系、バルカン系の移民などが共存している。ヨハン・シュトラウス二世の作品168、レオポルトシュタット・ポルカは、 当地にちなんでいる。ありがとうございます。